お久しぶりです、カステルです。どうぞよろしくお願いいたします。グーテンターク。私はビスマルク型戦艦のネームシップ、ビスマルク。よーく覚えておくのよ。イベントから早い1ヶ月。私のイベントはエリア3で終わりました。リアルラックが足りないのか、エリア4は全くダメでしたね。それで、イベント終了記念に、大型建造をやりまくった結果がこれです。資源が死にました。それで、資源回復まで、放置ゲーをしていた、というわけです。ビスマルクちゃんは、その時に出ました。今回はですね、実装されたばかりの、2-5に行ってみようと思います。5-3、いえ、知らない子ですね。逮捕出るわよ。ズバズバっとカット。こんな編成で行ってみます。トネちゃんは、育成枠です。話によると、2-4よりは簡単だとか。艦隊戦か。腕が鳴るわね。BGM がいい感じ。ここは譲れません。空母の装備がイベント時の対空特化のままでした。何気にわびさびよね。ファイヤー。単装砲って何気にわびさびよね。まだチクマには負け。毎週一食よ。心配いらないわ。さあやるわ。第601航空隊ファイヤーガン始め。ビスマルクちゃん強い。私が一番です。何言ってるの？ね、提督さん、そこは最後まで言わせてあげましょうよ。と、編集時に思いました。ここの分岐は、大丈夫っぽいですね。艦隊戦か。腕が鳴るわね。なんかダメな気がする。五光線の子なんかと一緒にしないで。まあ私はやっぱ基本雷撃よね。艦隊戦か。腕が鳴るわね。まだまだチクマには負け。ひゃー。大体予想でした。直撃だぞ。育成枠とか言ってる場合じゃないですね。まあ私はやっぱ日本雷撃よね。さあやるわ。第601航空隊ファイヤーガン始め。外周一色よ。心配いらないわ。第1次攻撃隊前期発艦。バカだ。カタパルトが不調だと思って何気にわびさびよね。まあ私はやっぱ基本雷撃よね。2-5の攻略は来月に回しましょう。まずは、5-3ですね。良い作戦式でした。こんな艦隊なら、また一緒に出撃したいものです。ちとせ。いやー、ちょっとマインクラフトやってました。スキン編集、ボイス編集などなど、いろいろ苦労しました。ビスマルクの戦い、いきなりですが、5-3へ出撃です。ここって、高速縛りの方がいいのか、低速入れて、潜水艦を相手にするか、どっちが楽なんでしょうね。最近割と、
道中ゴリ押しの方がいける気がしてきました。逃がさないわよ、甘く見ないで。ファイヤー。育成枠、カネちゃんです。早く帰りにしてあげたいですね。まだまだ、ちくまには負けん。全訪問ファイヤー。残念だったね。よりどり緑っぽい駆逐艦は完全にカットイン狙いの装備です。夕立ちったら結構頑張ったっぽい。ゴリ押し一択。逃がさないわよ、甘く見ないで。ファイヤー。これよく耐えたと思います。ちくまには負けん。特にもらった大切な装備は。全訪問ファイヤー。残念だったね。やるわね。よりどり緑っぽい。なんとか突破できましたね。まあボロボロなんですけど。この勝利、僕の力なんて些細なものさ。この雨と、そう、提督のおかげだよ。あら、お、こっちに行くのは初めてですね。条件なんだっけ。逃がさないわよ、甘く見ないで。お、ここは補給艦艦がはかどりそうですね。ただし楽とは言っていない。まだまだ、ちくまには負けん。おお、全訪問ファイヤー。残念だったね。よりどり緑っぽい。ボーナスエリアかな。MVP、 それは今時のレディーの足し。よろしくてよ。おい、ゲームマウマ。これは頑張るしかない。ちなみに、潜水艦はスルーの方向です。艦隊戦か。腕が鳴るわね。潜水艦の護衛、強すぎんよ。撃ちます、ファイヤー。さあかかってらっしゃい。この僕をここまで追い詰めるとはね。まあ、いや、その勘もらった。見つけたよ。ソロモンの悪夢見せてあげる。艦隊戦か、腕が鳴るわね。その勘もらった。ひゃー。
ちます。ファイヤー。ここは譲れない。まず何から撃とうかしら。ひとひねりで黙らせてやりますわ。ミスマルクちゃん、かわいい。ペロペロ。大丈夫なら、まだやれるわね。そうだね、まだやれる。逃がさないわよ、甘く見ないで。ファイヤー。おお、服が汚れたじゃない。私にこのような格好をさせるとは。全訪問ありえませんよ。よりどり緑っぽい。すごく難しいです。次は長戸型のお二方を入れてみて、潜水艦ルートでやってみるかな。敗北したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。作戦終了。艦隊が母港に帰したわ。本当に出てきたね。お疲れ。ではでは、次回の動画で、またお会いしましょう。